はいどうも、サクピー10はマジで神ミストです。はい、本日はですね、ディズニーコラボ第2弾ヴィランズクリーンナップイベントが開催されたということで、まずはガチャの方から引いていきたいと思います。来たガチャがこちらですね。はい、ループガチャヴィランズクリーンナップイベント記念ということで、ループガチャで来てくれました。これはマジでありがたいです。早速詳細の方を見ていきましょう。はい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 と、初回が、パス30個で PR 以上のオクタビアかクロセラ1枚確定。2回目はパス40個でエサルジョのビキャラが数2枚確定。3回目がエサルジョのオクタビアクロセラから1枚確定。ここからパーソン50個ですね。4回目がオクタビアクロセラのみが出現。ここ激アツポイントです。で、5回目がまたエサルジョのオクタビアクロセラが1枚確定。で、6回目はヴィランズクリーンナップイベント記念エサル選択ガチャ券1枚分けてプレゼント。そして7回目が PSR のオクタビアかクロセラどちらかが1枚確定ということで、まあ、これね、70連のループガチャということでですね、まあ、結構ね、ループガチャとはいえ石の数320個かな必要なので、結構ね重たいガチャですね。うん。で、まあ、詳細等は昨日確認したので、まあ、置いときまして、出現割合ですね、それがどれくらいなのか見ていきましょう。23.2%、まあ、いつも通りですね。はい。まあ、一番理想的なのは、この70連のうちに、まあね、PSR どっちもね、母体引けるっていうことがね、まあ、最高なんですが、はい。まずはね、ワンループしていきたいと思います。対戦、よろしくお願いします。いきましょう。頼むこのワンループで奇跡起きないかな。さあ、最初は黄色いですね。はい、あ、ちょっとボックスがいっぱいだったな。ちょっと整理してくればよかった。マレフィスのクロセラ、おお、かっこいいですね。はい、まあ SR が出たら詳細見ていこうかな。はい、クロセーラー、SR 以下で言うとね、クロセーラがいっぱい出てほしいですね。オクタビアは一応在庫結構ありますので、まあクロセーラに寄ってくれる分には嬉しい。ただ PSR 母体で真っ先に欲しいのはオクタビアといった感じですね。いきましょう。さあ、お願いします。まあ、SR もね、ちょこちょこ出てくれたらありがたいです。さあ、2枚。あ、で、お、来ましたね。うお、かっこいい。まずはクロセーラーゲットしました。能力、リベンジ、冷静、サインサーチ、ここ。これ一緒だっけな。ちょっとクロセーラーの能力忘れちゃったんですけども。はい、テーブル見ていきましょう。タック、メンタル、敏捷ボーナス、形には得意練習率アップ 15%。実は誘われたい。タックボーナスと技術ボーナス、練習効果が 15%。はいはい、45で敏捷ボーナス6ということで。まあ、これはもう50で練習効果 30% 確定ですね。はい。まあ、どうだろうな。もう通常のクロセーラのテーブルにほぼほぼ近いといった感じですかね。はい。基礎ボラ2種の、まあ、練習効果 30% テーブルなんで、まあ、もう強いことは間違いないですね。うん。得意練習サポート 15% あっていいんじゃないでしょうか。お、いいね。この2枠で引いていくのはありがたい。さあ、オクタビアも能力は変わってなさそうですね。はい。テーブル。ここが一番気になるね。あ、22で固有練習率 20% あって、30でスタメン上限アップ4。固有でタックボーナスと試合金のボーナス、やり効果 50%、精神ボーナス8、技術ボーナス8。あれ、結構似てるね。ただ、あれ、得意練習アップ 20% って通常バージョンなかったと思うんだけどな。どうだったっけな。ただ、そうだね。これ、精神技術になってるっていうのが、まあ、通常がね、筋力とね、確か技術だったんだよね。なので、結構ここが変わってるところかな。いや、にしても強えな。これは強いわ。はい。50で、通常と同じなら、やる気が 150% なので、まあ、全然45でも使えるかもしれないですね。さあ、今のところ、ピックアップの引きは素晴らしいですね。さあ、30連目いきましょう。ドン。これ、どっちか確定です。そうだね。まあ、どっちでもいいかな。まあ、SR はどっちでもいいです。はい、1枚。どちら？はい、クロセーラー。クロセーラーはね、PSR すぐ50にできる在庫はないんですよね。さあ、通常のナギちゃんもね、しっかりと取っておきましょう。解放できますからね。では、40連目いきます。ここは SR 以上の演出が欲しいところ。お願いします。
ここに逃げたら激アツなんだけどね。お、ありがたい。あとは枚数、あとは枚数です。頼む。お、2枚素晴らしいね。はい、オクタビア、オクタビア、クロセーラ、オクタビア、オクタビア、オクタビア、クロセーラ、クロセーラ、オクタビア、オクタビア。めっちゃありがたいね、これは。ありがとうございます。では5回またどっちか確定ですね。もうキラーン出ていいよ。キラーン出て最初に1枚だけで PSR という激アツな展開に期待していきたいところ。もう最初に1枚だけに、マジでマジで2枚、ここで来い。お、よっしゃ、大勝利だ。これはこれは大勝利すぎる。あとは7回目のところでクロスエラーを引ければもう勝ちですね。はい、てかそうだよね、50見ていこう。50、50、50、やる気150だと思うよですね。なのでまあやる気が 100% 上がるだけなんで、まあまあまあそんなにぶっ壊れるあれじゃないですね。なので無課金未課金の方は、まあ、ひとまず45を目指していくのがベストかな。ただ45までの解放がめちゃくちゃ恩恵ありますので、ここは、はい、覚えておいてください。次は誰だ。うん、鈴本とかさ結構人気あると思うんだよね。別バー出てもいいと思うんだけど、こういうキャラをね別バージョン出すべきだと思うんだよね。さあ6回目はここは、ガチャ券だけですね。とはいえ、とはいえ赤背景を期待していいんですね。ありがとうございます。さあ4枚目、最初以外は SR 出る感じですね、このペースでいくと。めっちゃオクタビア出る。これは50いけるな。で通常バージョンどうするかなんだよな。通常バージョンとどうするか非常に迷うな。混ぜちゃっていいよね。さあここマジで、ここでクロスエラ出れば完璧。マジでパーフェクトガチャ、パーフェクトガチャお願いします。当初はここでオクタビアを祈る予定でしたが、クロスエラを祈りたいと思います。なのでここは思いっきりオクタビアをあえて祈りたいと思います。来いオクタビア、頼む。君が、君に会いたい、お願いします。あれ、キラーンがない、キラーンがないってことはこれは当て、よっしゃ、これはもう文句ないわ、文句ない、やったー。よし、もうちょっと言うことないっすね。100点満点中120点のガチャでした。はい、ありがとうございます。ということでね、まあ、ちょっとボックスがパンパンだったんですが、これもいっちゃおうか。4月19日14時から第2回実施、1週間後かな。はい、行きましょう。ちょっともうここはね、雨崎くんとか白瀬ちゃんとかまだ全然解放進んでないキャラが欲しいですね。お、2枚、頼む。お、闇のはまあいいね。絶対別バー出るからもうこいつは。さあ8番目、わあ強いんだけどな。聖火も別バージョン、なんかパーサカの方でアスレテス強化がね、まあ、来たみたいなんで、もしかしたらなんか、うん、何かしらのアクションがあるかもしれないですね。いやーよかった、もうワンループで終わっちゃったよ。いいんすか、こんな自分が勝っちゃっていいんすか。はい、ちょっとね、あの気持ち悪い感じにお見せしちゃうんですけど、まずこっち、まあ、ほぼこっちだよね。はい、こんな感じで SR が出ましたと。はい、あとはこっちにあるか、入手、あー、こっちにもあるな。このクロセーラからスタートですね。なのでクロセーラ SR が合わせて2のクロセーラが、クロセーラ SR2 枚かで、オクタビアが SR34枚と、PSR は母体両方抜けましたという、もうこれも文句ないね。はい、ということで即日50いけるか、多分いけると思うんだよな。ただちょっと動画時間長くなりそうだから後でやろうかな。うん、ちょっとあの通常バージョンをねどうするかというところはねちょっと悩みたいと思います。はい、なのでまあね、もうサクセス動画ではね50になってると思いますので、はい、そちらはね、まあ、ぜひご期待ください。もう絶対 PF 先発作るから、
もうスバルとオクタビア2人揃ったらもういけるでしょう。はい、まあ、今日今朝のね動画でももう惜しいとこまでいけたので、はい、まあねデッキ模索しながら頑張っていきたいと思います。といった感じで今回の動画終わりたいと思います。超大勝利でした。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では失礼します。 See you。